アします。攻め上がったんですがここはうまくいきません。最後からいい上がり方をしますね。ダイレクトでさあフェネルバスチェ、ここでまた流れをつかんでいます。まあ、形としてはまあ控えした状況ですけども、お互い点を入れてますから点差ですしね。チェック、早くも攻守が変わっています。ベネルバフチェ、右へ出した、左に送って、さあここで動いた、スペースが上がってくるという形ですね。そのままいった、ここで流れをつかみたい。前方へ、きちんですよね。チェックに行く、右にさばいた、チェック、アプローチ奪われる、レバークーズ今のところ1点のビハインド、追う立場にあるわけですが、少しずつ攻めに感じている場面が増えていませんか。そうですね、奪ってから非常にスピードアップした形でね、ゴール前までのいい攻撃が目立ってました。いいプレッシャーだ、チェックになります。右、おっと中に誰か来てますよ。サーバーに2人上がっています。守りを固める、いいディフェンスを見せます。スペースをうまく使おうとしますね。チェックを受ける、ここで長い笛、前半終了です。ベネルバフチェ前半をしても、エバークーズエンドが変わって右から攻めます。その反対側がベネルバッチェ、落ち着いています。真ん中に行く、チェック渡ります。ここはディフェンスされました。戻す、右にさばいて中央から上がっていきます。チェック、右足だ、同点のチャンスだ、行くか、後ろへ預けた、なんとかクリア、チェック、いい動きを見せてますよ。クリアしました。いいところまで行ったんですが、引き気味のディフェンス陣に守られた形。ベネルバフチェ結局このボールを奪いました。いいところ、中にスッと入ってきますね。サイド攻撃を見せましたが、ここは攻めきれませんでした。上がってくる、1対1だ、さあレバークーゼン、もう点を挙げることはできません。前へゆっくり送ろうという場面です。さあベネルバフチェ早速ボールキープした。ベネルバフチェ現在2点差をつけています。しかしよくボールも回せていますね。やはりそのあたりがですね、今日の得点に結びついていると思いますよ。そういった基本的なところをしっかり意識してプレーしてますよね。そうですね、サイドチェンジ、右に誰か来てます。チェックに行く、前線です、
なり動いてきますね。合わせて、さあいけるか、上ないでしょ。左からのコーナーキック、ここは何としてでも決めたいところですね。おっとショートですね、左からスッと入ってきますよ。ここはなんとかクリアです。ここはアドレッツ、抜けてくる1対1、さあレバークーゼン、ここから意地を見せたい。まもなく後半の30分が経過します。今いける、中に誰か来ますよ。いやしかし惜しかったです。サイドからの攻めを見せたんですが、ここは阻まれています。胸で受けます。フィジカル面強いでしょ。軽く出して、まだ諦めていません。いい形で切り込んでいったんですけどね。レバークーゼンとしては嬉しいですね。追いかけるレバークーゼン、苦しい状況です。ボールを受けて短く出します。中盤でしっかり展開しますね。これはオフサイドではありません。チェックに行く、どうだ、あっとわずかにソース当たってますかね。思い切って打ってきましたね。アレックス、ここでベンチへ下がります。もう一度ジョセフ・ヨー、追いかけるアネル・エルキン、パスをつないでいく、ベネル・バフチェ、現在3点差をつけています。中盤での動きがこの辺から急に良くなっていますよね。はい、運動量も増えてきましたよね。ベネルバッチェ、得点後の動きなんですが、どのように映りますか。そうですね、大きな得点を入れたわけですからね、さらにもう1点という気持ちが動きに見られますよね。なるほど、右へ出した、つないでロルフェス、チェック、ペースがあれば上がってくるという形ですね。開きますよ、攻め上がったんですがここはうまくいきません。ここでフィエです。ベネルバッチェ、結果として見事逆転で勝利を収めました。